ガスマスク。ガスマスクとは、毒ガス、粉塵、微生物、毒素などの有害なものや強烈な匂いをするものから、体を守るために顔面に着用するマスクで、目など傷つきやすい組織や鼻、口を覆う。日本語では、暴毒面と表記し、日本陸軍では、被覆庫を訳した、飛行という呼称も用いられた。初期のものは、軍用ではなく民生用だった。 第一次世界大戦で化学兵器が大規模に使用されたことに対する防御手段として軍に採用された。第二次世界大戦中は分離式の M4 ガスマスクが使用されていた。1960年代に M17 ガスマスクが採用されるとこれがベストセラーとなり、以後30年にわたって M17A1、M17A2 と改良されながら使用された。しかし、 1991年の湾岸戦争で砂漠での使用に不向きであることが分かると新型機の開発と配備が急速に進められが採用された。2009年から M50 ガスマスクへの更新が進められている。イギリス軍では S10 ガスマスクが正式採用となり現在も使用されている。その後の改良型でドリンクチューブがついているものや AR10、FM12、FM SF10 などがある。だが、どれも基本的な形が同じため、一見どれも同じものに見えてしまうがよく見ると違いがある。近年、英軍では新型の FM12 に更新しつつある。少量の有毒ガスに汚染された空気を、その有毒ガスを除去するフィルター、吸収管を通すことによって無害化するタイプのガスマスクである。 汚染している有毒ガスにより適切な吸収管を用いる必要がある。吸収管には寿命があり、使用前未開封時の有効期限及び汚染環境下での使用時間を適切に管理する必要がある。マスクとフィルターの接続位置の関係により直結式と隔離式に分類できる。マスクに直接吸収管がついている形式のものを直結式。 マスクと吸収管が分離し、ホースでつながっている形式のものが、離式である。隔離式は、直結式に比べ吸収管を大きくすることができる、ため、より高い濃度の有毒ガスに対応できる。隔離式を使う際には、吸収管は、ガスマスクケースに入れたまま肩にかけるか、専用のハーネスで胸ないし、背中に装着される。しかし、隔離式はホースがかさばり、 運用がやや不便であることとフィルターの性能向上により第二次世界大戦後は直結式が主流となっている。吸収しきれないほど高い濃度の有毒ガスに汚染された環境や酸欠、酸素濃度が18%以下の環境においては使用することができない。このような場合には供給式マスクを使用する必要がある。吸収管が大型であるほど着用者の疲労は大きく、 なるので、作業雰囲気に合わせて適切に選ばなければならない。吸収管の種類には有機ガス、ハロゲン、生産、硫化水素、アンモニアなどの種類があり、吸収管だけを取り替えることもできる。種類の合わないガスには効果がないので、あらかじめ作業場所の雰囲気を確認しておかなければならない。一般的には他の呼吸用保護具よりも軽量、 安価であるため、広く用いられており、入手用意である。固体の微粒子が浮遊している空気を粒子フィルターを通すことによって、微粒子を除去して無害化するガスマスクである。防毒マスクに粉塵用フィルターを組み合わせて、両方の役目を同時に果たすタップのものもある。医療用マスクとして流通しているマスクは、細菌やウイルスによって汚染された空気をフィルターを 通すことによって無害化することを狙った一種の防塵マスクである。医療用マスクは SARS の流行がマスメディアの注目を集めたことから近年需要が高まっている。特に一般でも手に入りやすい N95 マスクは人気があるが実質的には d s に企画相当品であり、性能は産業用の防塵マスク、反面マスクと同等である。 空気ボンベがなく、酸素発生感、化学反応により、酸素を発生させる器具によって正常な空気をマスクに供給する装備である。酸欠雰囲気や高い濃度のガス中でも使用でき、行動範囲に制限がないが、装備が重く、空気供給源が有限なので作業時間に制限があるなど、欠点も多い。ガスを通さない材質の全身機密スーツにボンベを組み合わせた。 自給式加圧服というものもる。またこれらは生物兵器の防護にも使用される。コンプレッサーで発生させた圧縮空気をチューブを通してマスクに送る方式である。作業時間に制限がないが行動範囲はチューブの取り回せる範囲に限られる。ガスを通さない材質の全身機密スーツにチューブを組み合わせたものもあり、これをエアラインスーツという軽量な上、 涼しいので着用感も良好でスーツの内側が陽圧になっているために一万一スーツにリークがあっても外気の侵入を防ぐことができ激しく動かなければ汚染されることはない一般的な手順は次の通りである毒性の高い化学兵器に備えなければならない軍隊では蒸気と手順が少し異なりおおむね次の手順となる産業で ガスマスクを使用する場合、実に定める方法によって、定期的に機能を検査し合格したもの以外、使用してはならない。防塵マスクにあっては、マスク着用者を塩化ナトリウムの粒子を放出した、雰囲気中に一定時間を置き、免底の内部と外部の塩化ナトリウム濃度を比較する、方法による。昭和63年労働省国時代19号に、定める防塵マスクの規格は次の通り、 第二次世界大戦中には大規模な科学兵器戦が行われなかったが、各部隊に必ず装備されていたため、本来の用途とは違う使い方もされた。ドイツ軍において、対戦車ロケットカキパンツァーシュレック使用時に発射爆風がひどかったため、伊手が顔面やけどを防ぐためにガスマスクを装着していたという後に爆風防御用の棒立てが追加されて、 ガスマスク装着の必要はなくなった。アメリカ軍においても、蛍光式対戦車ロケット発射等、いわゆるバズーカの初期モデルは発射爆風がひどかったため、いてはガスマスクを着用していた後の方より、方向に爆風対策の吹き返しが付けられたため、ガスマスクの着用は必須ではなくなった。戦後になると、旧ソ連軍の自動車加速撃兵、機械化不評が、 ガスマスクを呼吸器として流用していた。演習で戦闘状況に入ると装甲兵員輸送車のハッチが全て閉められるため、車内の換気が極端に悪くなる。兵士たちは隔離式のガスマスクを装着し、吸収管を外すとホースの先端を銃眼から外に突き出して少しでも新鮮な外気を過ごおうとしていた。このほか現代戦や 近未来戦を描いたコミックやアニメ、ゲーム、ガンシューティングゲームや FPS、TPS などには一種の記号としてガスマスクを装着した兵士が登場する作品も多い。これは大勢が同じ装備を装着することによる軍事的統一感やマスク装着時の非人間的な不気味さなどを演出するためでもあるが、モブキャラクターの顔つきや表情の簡略化という作画上の意味も後される。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。